どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私は羽田空港第1、第2ターミナルに来ております。本来ね、こちらは国際線の、駅のホームなわけなんですけども、本日はね、7月の19日、ちょっとね、日付は見えてないと思うんですけども、7月の19日ということで、本日から羽田空港第2ターミナルの、国際線が再開ということで、本日はね、こちらを ANA ラウンジ等々をね、皆さんにお見せできればなと思いまして、今ね、朝の6時ぐらいなんですけども来ております。ということで、電話で聞いたところ6時半ぐらいからね、チェックインカウンターが開くということですので、ひとまずね、チェックインフロア行きたいと思います。ということで行きましょう。非常に楽しみにしておりました。とうとうね、2020年の3月にね、1回営業開始したわけなんですけども、その後ね、営業休止して、そのままずっとね、使われてなかったね、第2ターミナルの国際線エリアということで、 ANA はこっちですね。はい、ですね。はい、ということで行きましょう。では到着、国際線エリアに行きましょう。ちょうどこのローソンのね、ところに看板があります。ではエスカレーター到着。丸亀うどんの前のエスカレーターを上がります。まあ要はね、3階に行けば OK です。それでは国際線出発に到着いたしました。報道陣の方がめちゃめちゃ来ております。やはりね、再開ということでめちゃくちゃ来ておりますね。まだチェックインカウンター開いておりませんので、あとね、30分ぐらいかな、ホーラインうろうろしたいと思います。チェックインフロアはこんな感じ。めちゃめちゃたくさんの人が、報道陣が来ております。まだバゲージドロップも開いてないですね。チェックインフロアの反対側はこんな感じ。ちょこちょこね、待ってる人がいらっしゃいますね。はい、ですけどもまだカウンターは開いておりません。ちょっと反対側を歩いていきましょう。どこまでが行っていい場所で、どこまでが行っちゃいけない場所なのかよくわからないですね。まあ、ここら辺が、右側はね、チェックインカウンターになってて、奥が保安検査場っていう感じですかね。反対側から見るとこんな感じ。右側に飛行機がバッチリ見えて、チェックインカウンター、バゲージドロップがある感じですね。非常に綺麗ですね。上の方はね、綺麗な、なんて言うんでしょう感じになってますけど、非常にね、ここら辺も使われてなかったので非常に綺麗ですね。いろんなところでテレビクルーにインタビューされている方がいらっしゃいますね。一応後ろ側にね、セキュリティチェックが、資格審査とあります。ちょっとね、場所が場所なんでね、しっかりは取りませんけども、この奥の方にある感じですね。もう本当にね、今日はセレモニーもありますんでね、めちゃくちゃ人多いですね。はい、初日ということもあるんで、関係者みたいな人たちがね、結構たくさんいらっしゃいますね。ということで、この辺で、待ちたいと思います。2階エリアはスタバとかが入ってるみたいですね。あのスタバとか普通に確か利用できたと思うんですけど、やっぱり反対側に出れなかったみたいな、そんな感じだったのかな。前に利用した覚えがね、ありますけども、反対側から見るとこんな感じです。街エリアはこんな感じ。残念ながら USB ポート等々は見当たりませんね。奥の方にあるのかな。私が確認した感じだとなさそうですね。はい、でも非常にね、座り心地はめちゃくちゃいいです。またね、間隔がかなり広く問われてますんで、使いやすいと思います。ですけども、電源ポートは欲しいですね。皆様おはようございます。ただいまより羽田空港第2ターミナルにおける ANA 便の搭乗手続きを開始いたします。搭乗手続き開始の前に、お知らせ、皆様のお時間を頂戴いたします。私たちにとって本日2023年7月19日はコロナ
ウイルス感染拡大に伴う減便により約3年間閉鎖されておりました第2ターミナル国際線エリアが再開する特別な日でございます。係員一同お客様と再び第2ターミナル国際線エリアでお会いできるこの日を心待ちにしておりました。今日この朝を皆様と共に迎えられましたこと心より感謝申し上げます。私たちにとって太陽であるお客様に安心、あったか、明るく元気をお届けしたいという思いで日々の業務に当たっております。本日は太陽に向かって咲くひまわりの花とともにお客様一人一人をお出迎えさせていただきます。本日も早朝よりスターライアンスメンバーANA をご利用くださいましてありがとうございます。今後もスターライアンスメンバー ANA を何卒よろしくお願いいたします。ということでセブンルームは無事終わりましたということで早速チェックインしていきたいと思います。お願いします。検査します。ありがとうございます。どちらも台北で本日24列目の C05 でご予約頂戴しております。お待たせいたしました、はい、いつもありがとうございます。フライヨート様本日台湾まで、853便でご出発です。こちら搭乗時刻が12時50分までに73番ゲートまでお越しください。座席はお客様お詰まりが空いている0側になっております。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ということでそのまま保安検査行っちゃいます。やはりあるかと思っていたダイヤモンドファーストクラスカウンターやっぱりありますね。また利用したいです。では行きましょう。ということで制限エリアに入りました。ティアットラウンジやってるのかな、ちょっとわかんないですね。ひとまず ANA ラウンジと ANA パワーラウンジプレミアムにありますね。はい、あ、パワープレミアムやってますね、ティアットラウンジの。いやー、ちょっとやってるかどうかね、電話してもわかんないということで今回ね、使わなかったんですけども、ひとまず ANA ラウンジ行きましょう。制限エリアはこんな感じになっております。こっち側に免税品とかが売っていて、こっちに航空会社のラウンジがあります。では ANA ラウンジ行きましょう。こちらがパワーラウンジプレミアムです。残念ながら今回カード持ってきておりません。MI カードホールドプラスとかね、アメプラとかでは入れます。入室条件はこちらですね。いやー、やってたらカード持ってきたかったですね。残念。ということで行きましょう。ということで ANA ラウンジ、ANA スイートラウンジ、この奥にあります。こちらですね。で今保安検査がその左にあって、そこに伝言掲示板があります。では ANA ラウンジに到着です。エスカレーター上がったね、2階にあります。では行きましょう。では中に入ってまいりました。中をサクッと見ていきましょう。いやー、いいですね。こんな感じになっております。正面はこんな感じかな。はい、お、キッズスペースが、キッズスペースとかもありますね。でパソコンエリアで、ここら辺には雑誌ですね。じゃあ、あ、広いな。めちゃくちゃ広いですね。めちゃくちゃ広い。もっと狭いかと思ってましたね。はい。ということで、ちょっと先にお食事を見ましょうかね。トマトジュースと牛乳でアルコールとビールですね。生ビールと一番白組コートあります。まあラウンジの中身としては一緒ですかね。青がありますね、いいですね。あとスパークリングもあります。
でソフトドリンク、コーヒーですね、あります。ヌードルバーがあります。いいですね、はい、メニューは一緒ですね、はい。今回ね、ランジオープンということで記念のデザートがマカロンですね、振る舞われております。あとシュークリーム、パン、あとおにぎり、おにぎり、おにぎり、あとこちら側にカレーとかかな、はい、白米とカレーと五目チャーハン、あとソーセージ、アスパラベーコンで、あとトマトの煮込みで、こちらに野菜系があります。ラウンジ内はこんな感じになっておりまして、めちゃくちゃ広いですね、めちゃくちゃ広い。本当はこちらにもあれですね、もっと飛ぶようになったらこちらへも開放っていう感じですかね。ちょっと一周してみましょうか。あ、今行けるところはちょっと限られてるんですね。こちらがソファーエリアですね。いや、まだね、利用してる人もかなり少ないのでいいですね、はい。奥は入れなくなってますね。ということは窓際もそこまでという感じでしょうか。はい、じゃあちょっとコンセント類を見ましょうか。 USB タイプ A と AC ですね、はい。これは何だろう。で、あとね、メニューがあれでできるようになってます。では一杯いただきましょうかね。ということで、ひとまずね、一通り見てまいりました。かなり広いですね、はい、かなり広い。多分、第3ターミナルのANAランチのどのぐらいだろうな、倍近くあるのか、倍言い過ぎかもしれないですけども、今ちょっとね、あの入れないエリアもありますけどね、かなり広いですね。いや、いい。ということで、出国の一杯いただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、はい、スタートということで、こういうね、クッキーとかもいただきました。いや、いいですね。これちょっと向こうのホテルについてからいただきましょうかね。入国で取られないかな、後でいただきましょうか。てか今いただきましょうかね、はい。ということでいただきましょう。いやね、やっぱりね、若干暑いですね若干暑い。よいしょ。ということでリオープンということでいただきます。どんな味なんだろう、こんな感じ。クッキー、うまいです、うん。ちょっと食べるのがもったいないですね、うん。ということで、ちょっとね、こちらを食べてゆっくりしたいと思います。今日はですね、全然言ってなかったですけど、今日ね、台北行きということで NH853 便12時50分搭乗時刻ということで、あとね6時間ぐらいありますんで、ゆっくりね、過ごして、行きたいなと思います。ということで、この後ね、ちょっとラウンジ移動するんですけども、そこはね、ちょっと別の動画にしたいと思いますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければなと思います。ということで、時間になりましたらですね、登場していきたいなと思います。ということで、めちゃくちゃうまいです。ということで、時間になりましたので、登場口で向かいたいと思います。ちょっとね、制限エリアの方紹介できてないと思うんですけども、次の動画でね、紹介したいと思いますので、ひとまずね、ここで動画ね、一旦途切らしていただいて、ちょっとね、今の動画、早急にね、出したいと思います。いやー、とうとうですね、羽田空港国際線第2ターミナルね、とうとう再開ということで、まだね、便数は多くないんですけども、結構こちらもね、利用するね、便も増えていくっていう話ですので、なんかね、ニューヨーク路線もね、こっちになるみたいですね。はい、ですんでね、まあ今後はですね、注意していただきたいのは、ANA はですね、国際線第2ターミナルと第3ターミナル、両方使うっていう風になりますんで、まあ、こちらね、間違えちゃうと一駅ね、移動する形になりますんで、今後はね、第2ターミナルか第3ターミナルか、こちらね、確実にチェックしてね、利用していただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。